柳谷東三郎は落語家の名跡。三代目柳谷東三郎は落語家、演出家、脚本家、俳優、大学教員である。落語協会所属の新内。本名、稲葉明吉。門、丸二三つくくりる出林、うつぼる現在は、ニューヨークを活動の拠点としている。東京都江東区亀井戸出身。 高等区立加メイド中学校、法政大学第一高等学校卒業後の1999年5月、三代目、柳屋権太郎に入門する。前座名は、師匠権太郎が大師匠五代目、柳屋子さんに、小吉、小犬の伺いを立てたが却下され、五代目、柳屋子さんが、本名の稲葉から、稲葉の白ウサギを連想し、権白となる。二千二年五月、 日本大学芸術学部文芸学科中退。2002年11月に2つ目昇進し、小厳多と改名。2003年、第8回、岡本牧賞受賞。2014年3月、4代目、柳屋三五郎、三遊亭極武と、5代目古今亭、新孔、三代目、桂山とと共に、新内昇進、同時に三代目柳屋東三郎を襲名した。 東亜大学芸術学部客員准教授。2016年、第71回文化庁芸術祭、大衆芸能部門新人賞を受賞。また10月には、演劇集団、柳屋東三郎一座旗揚げ脚本、演出、主催となる。2018年2月から4月にかけて、トロント、ニューヨークで18公演に及ぶツアー。演劇コントユニット、晴れトを結成。 脚本と俳優担当。2018年8月、東亜大学芸術学部トータルビューティー学科客員、准教授に就任。同年10月より2019年2月にわたり、サンフランシスコ、タンパ、マイアミ、セントピーターズバーグ、ニューオリンズ、ボストン、ニューヨーク、トロントと、大学、高校、小学校、老人施設、文化会館、総領事館等を、 英語、日本語で落語をする35公演のボランティアツアーを行う。2019年6月、アメリカをマイナス1ビザ取得後ドベべ、ニューヨーク州ブルックリンを拠点に活動中。2020年4月には、オンラインサロン、柳屋東三郎の行動主義を開設。2021年4月より、落語アソシエーションオブアメリカの代表となる。映画舞台テレビ新聞ラジオ。 ありがとうございます。